GIMP は GNU、GPL GN の下で配布されているビットマップ画像編集、加工ソフトウェア。GNOME におけるブラシダイアログレイヤー、チャンネル、パスという3つのドックとタブを持つダイアログのアニメーション、GIMP2.28 を MacOS の X11 アップ環境下で実行中 GIMP は1995年にスペンサー・キンボールとピーター・マティスが開発を始めた。 フリーソフトウェアでありながら、有料のグラフィック編集ソフトウェアと比べても、遜色のないレベルの機能を備えている。レイヤー、トーンカーブ、ヒストグラム、画像の形状からの切り抜き、ブラシィタパスの編集、他したようなプラグインなどに加え、モザイク編集やアニメーション合成を行うなどといったフィルタ機能も、数多く備えており、これ一つで、 コンピュータ上のほとんどの画像編集は行える。しかし多機能性を外部プラグインやスクリプトなどに頼っているため起動時の読み込み量が多く時間がかかる。もともとウェブ用のグラフィック編集を想定して開発されたソフトウェアであるためクマックカラーをネイティブサポートしていないなど本格的な印刷業務には向いていないという面もある。基本的には パレット上のツールボックスから機能を選択して画像の編集を行うというオーソドックスなソフトウェアだが SDI でかついくつもボックスを持つなど長らくインターフェースに癖があった。しかし2.6からはユーティリティウィンドウが実装され今までのツールボックス等のウィンドウを一つの親ウィンドウで管理できるようになり2.8からは全てを一つのウィンドウに統合する。 シングルウィンドウモードが実装された。対話的な使い方の他にもスキームを使ったスクリプト風を用いてスクリプトを作り自動化することができる。なお、スクリプト風の名はカンフーから来ている。現在ではパール、パイソン TCL、Ruby などの言語でスクリプトを書く環境もある。このスクリプト処理は完全に非対話的な自動処理も書ける。 イミジマジックの方が簡単に素早く自動化処理を行えるが、i ンプの方が、はるかに強力な画像編集機能を使える。カラーマネジメント対応については、バージョン2.4より作業中の画像に対して、カラープロファイルの割り当てが可能になったほか、プロファイルが埋め込まれた画像のカラーを適切に、画面上で確認するための仕組みが整備された。同様に、クマック出力時の色味をシミュレートする。 ソフトプルーフの機能も提供されている。カラーアップルファイルが埋め込まれた画像ファイルの読み込み、保存は各形式に対応するプラグインの実装に依存しており、従来より JPEG、TIFF、PNG 形式でサポートされていた。バージョン2.4以降はカラーマネジメント関連機能の整備に伴い、ネイティブ形式である XCF 形式でもサポートされるようになった。 GIMP は XWindows システム向けに制作され、多くのデスクトップ向け Unix KOS 上ではデフォルトで同梱されている。現在は Windows 版や MacOS 版も利用可能である。MacOS 版はバージョン2.82から MacOS にネイティブ対応し、X11 環境が不要になった。開発元のザ・ GIMP チームは公式のバイナリを提供せず、各 プラットフォーム向けのバイナリ配布は有資の手によって行われている。GTK は本来は GIMP のために制作されたライブラリーであり GIMP の一部だったが、ここから派生して現在では広く使われる GUI 向けのライブラリーになっている。GETEX との仕組みを使って多言語対応している。GIMP は以下のファイル形式を開いたり保存したりすることができる。GIMP は 以下の形式をインポートできるギンプは以下の形式をエクスポートできるウィルバー。ウィルバーがギンプのマスコットである。ギンプをベースにしたいくつかの派生バージョンやカスタマイズパッケージが存在する。ありがとうございます。